Cinema 5D at Interbeat 2018 is brought to you by MusicBed. Discover a better sound for your project. Blackmagic Design, creating amazing solutions for film, post-production, and television. And Manfrotto, imagine more.こんにちは、シネマ 5D の咲です。キャノンブースに、来ております。今日はあの 8K シリーズ、 8K の、まあ、モニターだったりカメラだったりすべて扱って、携わっていらっしゃる秋元さんに、来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、ご紹介したいのが 8K のカメラなんですけど、まあ、実はアナウンスがもう2015年ということなんですね。はい、はい、そうですね、はい、15年のキャノンエキスポで初めて展示をさせていただいています。で、あの日本では何回かご紹介しているということなんですけど、海外ではあまりちょっと展示が あまりないということで、その辺のちょっといきさつをお伺いできればと思います。そうですね、はい、8K のレンズに関しましては何回か海外の展示会でも展示をさせていただいているんですけれども、やはりその 8K という市場がまだやはり日本中心に展開が今始まろうとしていますので、まあ、それを受けてやはり日本の展示会を中心にして展示を進めさせていただいています。で、まあ、このシネマ 5D も海外の人たちがよく見ているので、はい、ちょっともう一度スペックの方とか製品のご紹介をお願いできればと思います。はい、こちらにありますその、弊社が開発しています 8K カメラはですね、まあ、非常に小型でハンドリングを良くするということを中心に考えまして、まあ、もちろんハンドリングがいいだけではなくて、その最高画質の 8K を皆さんにお届けしたいという思いでですね、まあ、画質とあとは小型軽量というところをターゲットにしましてですね、開発を進めてきました。はい、で基本的には C300M2 とほぼ同じ外装をしてまして、まあ、その中に 8K のセンサーを入れて 8K の画像処理をする回路を入れています。センサーサイズについてはいかがですか？センサーサイズはスーパー35ミリ相当のサイズになります。はい、やはりこの EOS シリーズということなんですけども、 8K を目指しているっていうのはやっぱりこう日本の市場が一番こうもう目標に入れてっていうところなんでしょうか？そうですね、まず、まあ、弊社がその今まで培ってきました映像技術の集大成であるそのシネマ EOS シリーズというその、映像に対する思い入れというのを生かしてですね、やはりそれを将来的に、まあ、必ず来るであろうその 8K の市場が立ち上がった時に、必ずそれを先頭走って 8K ならキヤノンという時代をやはり作っていきたいなという思いでですね、8K の推進をしています。はい、でこれもうすでに市場には販売しているんですか、それともこれまだ制作段階なんでしょうか？そうですね、まだ技術発表の状態でして、現状はですね今開発しましたその開発品を実際ユーザー様にちょっといろいろとお使いをいただいて、でこういう機能が欲しいとか、こういうカメラに仕上げて欲しいとか、いろんな声を伺っている最中でですね、まだ新発売というわけではなくて、技術発表させていただいて、でそれを、技術発表したものを使って 8K の市場がどこに広がっていくかということを今、いろいろとヒアリングを兼ねてですね、今それの開発をしている最中ですね。いつ頃目処にっていうのはございますか？何か。そうですね、やはりその2020年のオリンピックというのがありますので、まあ、その時にはもちろん東京でありますので、その時はやはりその 8K という映像が広がってくるでしょうし、その 8K というその高精細感を持っている映像というのが、単にこうテレビを作るとか映像を作るだけではなくて、その 8K という映像技術を使ってさまざまな分野の応用、例えばセキュリティのエリアであったり、学術的なものであったり、あとは例えば美術品の分野ですとか、さまざまな分野にその応用ができるということで、まあ、そのもちろん映像の技術としての 8K なんですけれども、それを使ったそのいろんな産業分野ですとか、その他の分野への広がりというのが考えられますので、まあ、そういうところも含めて今いろいろとお使いいただいて、どういうところでその 8K の市場が立ち上がるかと
ということを今あのちょっとよ、まあ、見ている状況。結構じゃあリサーチもされてますか。そうですね、やはりその 8K というのがもちろんその立体感とかですね奥行き感を感じるという映像ではあるんですけども、マクロとミクロが融合しているということで広い範囲をとっても細かいところが見えるということで、例えばあの顕微鏡にですねあの 8K カメラをつけて、そうすると例えば細胞分裂を観察しようとしたときにどの細胞がこう分裂していくかとかが分からないんですね。そうすると 8K でこう広い範囲をとって、で実はここの細胞が分裂し始めて、でもそこをちゃんと細かく撮れていると。でこれが 2K ですとどうしてもこの細胞が分裂するかなといってそこを見ちゃうんですけど、で実はここじゃなくてこっちの細胞が分裂してたとかですね、そういうケースもあって、なかなかその効率的な観察ができなかったという事例がありまして、まあ、そういうところでも非常に応用ができるとかですね。じゃあ シネマというか放送業界だけではなくて、そういった教育だったりとか、ね、まあ、医療だったりとかっていうところにやっぱり反映できるっていうところですかね。はい、そうですね、医療といいますか、まあ、医療分野というか、うん、はい、治療するわけではないので、うん、はい、そういう医療の発展に寄与できたらなと、うん、あと例えば美術品とかですね、はい、美術品ってすごくこう経年劣化でどん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 例えば絵画も劣化していきますの でそれを今の状態をしっかりと記録するとか、あとこのデモ映像にもですね日本舞踊の映像があるんですけれども、やはりそれが人間国宝の方が踊ってますので、そういう方が将来的にそういう技術を伝承していくのにこの 8K を応用したりとかですね、さまざまなことが可能になるだろうということで今リサーチをしている最中です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、シネマ 5D の先はお伝えしました。続けてどうぞYouTube のシネマ 5D の、サイトをチェックしてください。